カズ、こと元日本代表 FW 三浦和義は6月25日、J2 横浜 FC から JFL アトレチコ鈴鹿へ期限付き移籍することが発表された。同日に国立競技場で記者会見を開き、57歳での挑戦に、この状況でやめる選択はないと語っている。写真、ディスコで腹筋、キングカズ、の北へ抜かれたシックスパック、 カズは2022年に経営陣が刷新前の鈴鹿ポイントゲッターズでプレー JFL では18試合に出場して2得点、55歳246日で JFL 最年長ゴール記録を保持している。23年には鈴鹿の期限付き遺跡が満了となり、ポルトガルへ挑戦。同2部オリベイレンセでは2シーズンでリーグ系8試合に出場し、 ポルトガル史上最年長出場記録を更新した。今回再び鈴鹿でプレーすることになったが、今年1月と4月にオファーがあったという。決断はそんな簡単ではなかったと数。毎日、体の方はやはり疲労とか、そういうものが常に蓄積されていきますけど、自分がグラウンドに立った時、頭の中が常にリフレッシュされ、毎日情熱を持って立てるのかな。 そういうことをしっかり考えないといけない年になっている。それが自分に本当にできるのかと問いかけて、でも自分は今、この状況で辞める選択はない。なお、数は7月2日からチームへ合流する予定となっている。